SRSF1 または ASF-SF2 は人では SRSF1 遺伝子にコードされるタンパク質でありプレ・メッセンジャー RNA スプライシングに必須の因子である SRSF1 は ASF-SF2 をコードする17番染色体上の遺伝子で約33桁のタンパク質が合成される ASF-SF2 は すべてのスプライシング反応に必要であり、選択的スプライシングにおいて、スプライス V の選択に、濃度依存的な影響を与える。スプライシング過程への関与に加えて、ASF-SF には、メッセンジャー RNA の格外輸送や翻訳など、スプライシング後の過程も媒介する。ASF-SF には SR タンパク質の一つであり、調節の大部分を担うアルギニン。 マイナスセリンリッチ領域と RNA や他のスプライシング因子との相互作用を担う二つの RNA 認識モチーフという二種類の機能的モジュールが含まれる。これらのモジュールはスプライシングにおいてそれぞれ異なる機能を担っている。ASF-SF には多くのスプライシング過程に重要な役割を果たす。ASF-SF には高スプライス部位の選択に必要であり、 神聖なスプライス V と隠れたスプライス V とを識別する。その後のプレ、メッセンジャー RNA スプライシングの最初の反応段階であるナゲナー構造の形成の際にも ASF-SF2 が必要である。ASF-SF2 は5スプライス VA の u 1SNRNP のリクルートを促進し5スプライス V と3スプライス V を橋渡しすることで スプライシング反応を促進する。ASF-SF2 は U2SNRNP とも結合する。反応の際、ASF-SF2 はイントロンの近位のスプライス部位の利用を促進し、遠位のスプライス部位の利用を阻害することで、選択的スプライシングに影響を与える。ASF-SF2 が選択的スプライシングに与える影響は濃度依存的であり、ASF SF2 の濃度変化は、選択的スプライシングの調節機構の一つとして、産生されるアイスォームの量に影響を与える。ASF-SF2 は、エクソン製、スプライシングエンハンサーへの直接的、または、間接的な結合によって、この調節を行う。IF4E の存在下で、ASF-SF2 は、 4EBP の活性を抑制し翻訳調節を行う因子をリクルートすることで、リボソームが結合したメッセンジャー r n a の翻訳開始を促進する。ASF-SF2 は、核外輸送タンパク質 TAP と調節された、相互作用を行い、成熟メッセンジャー r n a の核外輸送を制御する。細胞内の ASF-SF2 の増加は、ナンセンス。 変異依存メッセンジャー RNA 分解機構の効率も向上させ、メッセンジャー RNA が核から細胞質へ輸送された後に起こる NMD よりも、メッセンジャー RNA が核から搬出される前に起こる NMD が好まれるようになる。この ASF-SF2 の増加による NMD のシフトは、メッセンジャー RNA の最初の翻訳反応の全体的な促進を伴っており、 初回翻訳の開始を担う複合体と ASF-SF2、翻訳活性のあるリボソーム、TAP との結合の増加が見られる。ASF-SF2 の RS ドメインのセリン残基は、SR 特異的プロテインキナーゼ SRPK1 によってリン酸化される。SRPK1 と ASF-SF2 の見かけ上の乖離定数は 50Nm であり、著しく安定な複合体を形成する。 SRPK1 は ASF-SF2 の RS ドメイン内の最大12箇所のセリン残期に対し選択的なリン酸化を行い C 末端側から N 末端側へ移動していく方向的、進行的な反応を行う。この複数箇所のリン酸化によって ASF-SF2 は核へ移行しスプライシングと関係した多数のタンパク質間相互作用に影響を与える。 アスフ・ SF2 による成熟メッセンジャー r n a の核外輸送機能はそのリン酸化状態に依存しておりアスフ・ SF2 の脱リン酸化は TAP への結合を促進する一方リン酸化はアスフ・ SF2 の核スペックルへの移行を促進する適切なスプライシングが行われるためにはリン酸化と脱リン酸化のどちらもが重要であり蓄字的なリン酸化と脱リン酸化は スプライシングの段階間の移行の標識となる。また、アスフ・ s f には、他のキナーゼ CLK、スタイ1による調節も受けており、これによって引き起こされる、低リン酸化状態と高リン酸化状態は、スプライシングの阻害をもたらす。アスフ・ s f には、ゲノムの安定性にも関与している。RNA ポリメラーゼは、アスフ・ SF2 を、 新生 RNA 転写産物へリクルートし、転写産物と異型 DNA の間で形成される R ループと呼ばれる変異原性の DNA、RNA ハイブリッド構造の形成を防ぐ。このように ASF-SF には転写自身による悪影響の可能性から細胞を保護している。また ASF-SF にはエクソンスキッピングを防ぐ機構にも関与しており、 スプライシングが正確に起こるよう保証している。ASF-SF には、心臓発生、肺発生、組織形成、細胞の運動性、一般的な細胞生存にも重要な役割を果たすことが示されている。SRSF-1 は、元元遺伝子であり、ASF-SF には重要な細胞周期調節遺伝子や肝、抑制遺伝子のスプライシングパターンを変更する。 がんタンパク質として機能する可能性がある。アスフ・ SF には様々ながん抑制遺伝子、キナーゼ、受容体系キナーゼ遺伝子のスプライシングを制御しており、これらの全てから選択的スプライシングによって発がん性アイスホームが産生される可能性がある。アスフ・ SF には多くの腫瘍で過剰発現しており、がん治療の重要な標的である。 選択的スプライシング経路の変化や欠陥は、人の様々な種類の疾患と関係している。ASF-SF には HIV-1 の複製にも関与している。HIV-1 の複製には、ウイルス DNA に由来するスプライシングを受けた、携帯の RNA と受けていない携帯の RNA との繊細なバランスが必要であり、HIV-1 の複製における ASF、 SF2 の作用は HIV の治療標的となる可能性がある。また、ASF-SF2 は全身性ディテマトーデスにおける T 細胞受容体の産生への関与も示唆されており、選択的スプライシングを介して T 細胞受容体の特定の鎖の発言を変化させる。ASF-SF2 は次に上げる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。